皆さんこんばんは、ジマでございます。今回の動画はですね、新たな撮影対象であったり、新たな撮影手法に興味を持つことで得ることみたいなお話をしていこうかと思います。私自身ですね、最近新しい撮影手法かな、撮影対象よりかはどちらかというとこういった撮り方を取り入れているって話なんですけど、まあ短いね縦動画にちょっと興味を持ってると。ちょっとお待ちください。今ブラウザ閉じようとした方、ちょっと待ってください。聞いてください。私知ってるんですよ。動画の話をするとね、視聴維持率とか視聴回数がねぐんって下がっちゃうのは知ってるんです。なので今回は動画の話ではなくて、新しい撮影必死かってなりますね、新しい撮影対象とか新しいね撮り方、まあ撮影手法に興味を持つ、開拓することの大切さっていうところにフォーカスするので、縦動画がどうのこうのではないので、ぜひね動画見ていただけると嬉しいんです。というところは、私自身、縦動画にねちょっとずつ興味を持ち始めて、少しずつ挑戦しているって話なんです。これはですね、どちらかというと皆さんが最近、あ、ジマさんは縦動画に、興味がお持ちなのね、私はですねこういった撮り方をしてるとか、こう逆を言うと、それこそサロンメンバーさんの中であった今までワンちゃんとかをね中心に撮影してたけど、せっかく超望遠と連写に強いカメラあるからモータースポーツね撮影始めましたみたいな、いろんな撮影対象とかに興味を持つ魅力っていうところを共有できればと思います。今回もジマチューブ行ってみましょう。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。一つ目のテーマはですね、私が取り組んでいる新しい撮影と、二つ目が新しい撮り方を始めた理由で、三つ目が新しい撮影対象とか撮り方に興味を持つ大切さ、この三つの流れでお伝えしていきます。一つ目、私がですね取り組んでいる新しい撮影っていうものはですね、まあ先ほどお伝えした通り、スナップの縦ムービーって言ったら、まあ、ちょっと大げさかもしれへんけど、簡単に縦動画をね撮ってるだけですよって話なんですけども、スナップ撮影ってあるじゃないですか。皆さんもねされてるかなと思うんです。まあそれはスナップ別に撮らんよって方もいらっしゃるかと思うんですが、私自身は日常的にね、写真を目的を持って撮りに行くこともあればですね、なんとなくカメラを持って日常プラプラっと使うか使わへんかわからへんけど、まあ自分が見てる世界をパチパチっと撮っていくようなスナップ撮影を楽しんでたりもするんですけども、日常のまあ世界を自然な形とか雰囲気の中でポーズ決めてとかではなくて、ただ単純に流れていく日常を撮影するっていう、まあスナップのね、まあ、撮り方というか楽しみ方があると思うんです。もっと言うと、もうその瞬間その時だけの一瞬をサクッと切り取る感覚で、まあスナップ撮影で楽しんでいるのがいいかと思うんですが、これを動画にしちゃおうじゃないかと。で、今までその横の動画であれば撮ってたんですよっていうところがあるんですが、今後は、今後というか少しずつ縦動画を撮っていこうかなっていう。で、今までは横動画っていうのはね、カメラのこの親指のね当たるところにスチルとムービーを切り替えるボタンがあるので、こうババババババって撮りながらパチって切り替えたらもう動画が撮れるのでもう動画を撮るという撮影の延長上でね、スナップムービーみたいなのも撮って、時折ね動画として差し込んでたりすることがあるので、素材としては横のスナップムービーで結構撮ってたんですよ。ただ縦って撮ってないなって思いまして、でもっと言うと縦動画、縦での動画の撮り方自体は増えてはいるんですよ。ただですね、撮影中にどちらかというと私が主軸で縦で動画撮っときますっていうよりかは、どちらかというと、縦でも動画撮っときましょうかぐらいの感覚なので、例えばお料理であったりとか人物撮影の、まあ、途中でですね、使う用途がまあしっかりしている縦動画っていうものを素材として残していると、まあ喜ばれるというか、使い道がありますよねっていう場面でしか私は縦動画って撮ってなかったんですよ。特に理由はないです。多分自分に馴染みがないし、編集が画面ね縦にしなあかんからちょっとね手間やったりもしますし、なんとなく動画イコール横みたいな思い込みというか、まあ、今までのね積み重ねがありますので、縦動画っていうのは縦のデバイス、スマートフォンなんかで
こうね、スマートフォンなんかでこう動画をね見るときに縦用の素材があればいいよねぐらいの感覚なので、積極的に私がカメラを使ってね、スマホやったら縦ですよ、縦ですけど、カメラを使って縦で撮るっていうのは積極的ではなかったっていうところがあるんですが、今は正直、まあ縦動画ね、私の中で気軽に扱えるものではないっていうところもあるんですが、やはりその納品した時に縦動画あると助かりましたっていうねお話もあったりで、逆に横動画一切使われとらんけど縦で完結しちゃった、よかったんですかっていうと、あ、もう縦の動画でよかったですよ、縦動画で話すんじゃいました、はあ、みたいなところがあって、まあ、ご満足いただけたらそれでね、よかったですわっていう話になるんですけど、なんとなくね、なんかもう目的なく縦動画を撮り始める、もっと言うと縦動画に対して自分でどんどんなんか慣れていく、トレーニングしていく必要があるかなっていう風に、素材を撮りためておこうかなっていう風に考えたんですよ。未だに撮り方が定まってないんですけど、もう今ストラップ持ってね、こうカメラを私の場合こう持ってて撮ってると、ちょっとね、腕疲れてくるところがあるので、私はシャッターボタンを動画の時、縦動画の時は下にして、親指でシャッターボタン、録画のところは FXDX 切り替えに、私ムービーでも割り当てちゃってるので、もう録画だからシャッターボタンで録画開始切れるように設定してるので、この向きですね、この向きでレンズ持って撮るみたいなことをしています。で、こういった風にちょっとずつ自分の中で縦動画を撮っていく、なんていうの、テンプレートじゃないけど、自分の中で縦動画をどんどんもっと自然なものとして浸透させていく期間を、今から遅いかもしれんけど、今から作っとこうかなっていう風に考えてるんですよ。っていうのは、やはりそのなんていうんやろう、撮り方、残し方、同じ瞬間、その時その瞬間しかない景色っていうのを、もちろん横で撮ります。で、横で映像として残します、今まで通りですね。で、もちろん縦でも撮ります、縦構図で写真を撮ります。この3つのパターンが多かったんですよ。横で撮る、横のムービーで撮る、縦の写真で撮る。縦の動画は、まあ今は私使わんかなっていうところので、縦動画の素材は別に撮ってなかったんですよ。でも今後は横で撮る、横のムービーで撮る、縦で写真撮る、で切り替えて縦のムービーで撮る、こういった撮り方をちょっとずつ残していって、自分の持ってる素材の幅を広げていこうかなっていう風に、まあ、感じたのが、私が取り組んでいる、縦動画っていうものになるんです。で、この始めた理由ですよね、2つ目、まあ、ただ単純に興味があるっていうところはあるんですけど、これ結構私何回も行き来してて、縦動画が数年前から必要ってのは分かってはいるんですけど、いまいち自分で積極的に取り組むってことはちょっとハードルが高かったんですよ。で、今回この新しい取り方を始めた理由2つ目なんですけども、シンプルに縦動画市場っていうものが今後今まで以上に必要だというのは、私自身、お話をいろいろな方から伺う中で感じております。それがやはりその駅中広告とかショッピングモールとか、縦長のスペースで、まあ、ディスプレイモニターなんかを入れて、で映像を流し続ける広告なんかは結構最近増えてますよね。横長のモニターで大きく映すものもあれば、スペースが限られているところに縦長でモニター縦にポンと置いて縦で映像を流すっていうことも、もう数年前から当たり前のように、まあ、なってきていると。で、今でこそそのテレビの CM なんかも、バラエティ番組やったらスマートフォンの提供者様のワンちゃんたちの可愛い映像なんかが真ん中で縦で映ってて、ロゴがあって、ワイプでタレントさんが映って、でリアクションされてたりとか、あとは CM でも真ん中で縦動画として作られたものがあって、で横動画、横位置にその製品名の商品情報であったりとかが入ったスペースの使い方で、あ、限られた予算の中で縦動画を主軸に作って、で横動画にも展開しているんだなっていう、映像をよく見かけるように私自身は気づいているんですね。で、今までは逆、私は逆やったんです。なんでかっていうと、最近ショートでやたらなんか私数十秒のね動画ちょっとテスト的に自分でも上げてるところがあるんですが、今までは私自身は横で撮った動画を
言うたら真ん中をスパンって切り抜いてたんですよ。なので横長の 4K の動画とかを真ん中スパンって切り抜いて、お送りしてると。で縦動画ですって渡し方とか、そういったまあ素材の使い回し方っていうの、一つの素材で複数のこの書き出しの仕方っていうのを使ってたんですけど、やっぱこれにはさすがに限界があるかなっていう。なので撮影とか素材の延長上でこの横で撮った動画に対して縦でも使えるねっていうので使っていく使い方と、そもそも縦としてフィックスさせるためにもう素材を用意しているのはまた別だなってところがありまして、より今後は縦動画市場が必要だなって感じているところから素材を取りためておいて、まあ、ポートフォリオっていうと派手ですけど、あ、縦動画私こんな感じで残してますよみたいな叩き台ぐらいの感覚を素材として持ってるかどうかっていうのは、どれぐらい話が具体的にできるかどうかっていう、すごくその商業的な考え方にはなっていきますけど、すごく大事かなって思ってるんです。でこれがまあ新しい手法への興味っていう単純なところと、もう一つは焦りというか変化のアンテナのキャッチですね。一つはそういった興味関心です。ただ単純に縦動画っていうものに、まあ、変化していくところに興味があると。でもう一つはいろいろ変化していく市場の中で順応していった方がいいなってところは、まあそれは別に今に始まったことじゃないんですけど、危機管理の一つですね。もっと言うと横動画の方々であったり、横写真とか縦写真の方々にはものすごくハイクオリティな方々がたくさんいらっしゃいます。でそういったところで自分のできる範囲のことで、自分のできる自分に見合った背丈でちゃんと自分の物差しでね、できることをやっていくっていうのは大事なんですけども、そういったハイクオリティな方々がゴロゴロいる世界の中で勝負を続けていくのは大事ですし、勝負を続けていくつもりなんですけども、やはり勝率を考えていくと、コンペになってぶつかった時に勝率を考えていくと、ちょっとね消耗してしまうかなっていう未来もちょっと見えてるんですよ。もうどこもかしこもハイクオリティみたいな、結果的には一部 AI を差し込んでます。もうわからん、どこが AI やったん。あ、7秒から9秒の間 AI の素材です。もう言われな、わからんみたいなもうこれえほんまみたいなところで、普通に自然に入ってるで、このちょっとしたカットみたいなところがあったりね。もうこうなってくると、なんかいろんなことできる方が大事かな。もちろん専門特化でズバッてね、狭く深くも大事なんですけど、狭く深くっていう戦い方もある一方で、広く浅くで身の丈に合った戦い方もあるなっていうのを感じているので、もちろん縦動画も厳しい世界ですし、この展開される速度感であったり、求めてくるクライアント様の数が今以上に増えてくると、より厳しい世界になるとは思うし、横動画でハイクオリティの人たちがもちろん私ら縦でもいけますぜっていうところで縦動画にガーンって入ってきたらまあ同じような状況にはなると思うんですけど、感覚的に縦動画はそんなに予算ないかなっていうところもあるので、ゴリッゴリの方々たちはやっぱり横動画のがっつりプロモーションに専念するんちゃうかなっていうのはなんとなく思ってたりするんですよね。なのでまあそんな大げさな話じゃのうても、今から気軽に始めとこかなっていうところで、自分の中でその縦動画の、撮るスタイル、日常に対して抵抗をなくしておくとか、縦動画でのなんとなくの横動画とのちょっとした違いのズレ、そのテンポ感であるとか、こういった素材がいいなとか、横動画はこういう見せ方やけど、縦はこんだけの、横が逆に情報ないから縦でこういう情報の見せ方をしていくと焦点距離とかレンズはこっちの方がええかなみたいな、そういったなんとなく自分の中での引き出しっていうものを蓄えておく。もっと言うと、私がフォトスタジオ業界にいた時って縦動画なんてもうなかったんですよねあのみんな横動画で、どちらかというとウェディング系動画やったから、その横長の中でも特に横長でもうなんか大きいスクリーンで映してね、横長みたいな感じの動画、ジンバルも基本横長に乗っけてました。で今はもうジンバルでも縦にね乗っこしたりとか、その時は言うてもスマートフォンがそんなにゴリゴリに転送速度とかバッテリーが持つわけでもなかったから、スマートフォンでこんなに今みたいにみんなが縦動画で、なんていうんですか、ショート動画、TikTok であったり、Instagram のリールであったり、YouTube のショートを見るような環境ではなかったんですよね。なので、縦動画っていうものは、どちらかというと、私の中では、まあ、最近、
まあ触れ始めているもの、意識はしてるけど実質ちゃんと踏み込んではない領域なので、今のうちから自分のペース配分である程度入っていこうかなと。でこっから自分がもっと頑張っていこう、まあそんな思わへんと思うけどね、なんですけども、まあ入っていこうと思うか、もしくはこれぐらいのことであればできますよというある程度線引きをしておくのかってのは、まあ数年後の私が決めることなんですけども、今からある程度、まあ、気軽に始めておく、それがまあスナップムービー、もちろんそのねモデルさんであったりとか、ここの場所でっていうそのプレッシャーじゃないけどリクエストがある中での縦動画への取り組み方と、自分の中で完結する自分のただの残していく記録としてのスナップムービーって、全然重みというかプレッシャーというか何ですか、責任感というかなんかがその違いますやん、意気込みが。なのでそういった撮る必要がある時にしか今はよっしゃ撮るぞっていうモチベーションエンジンかからんかったから、そういう時しか撮れなかったんですけど、今後はもう別になんかエンジンかけずにアイドリング状態、アイドリングあんましたらあかんで駐車場の人に怒られるけど、なんかもう軽く鳴らし運転ぐらいでスナップムービーも撮っとこうかなっていうところを開拓している段階でございます。なのでまあ今まではなんて言うんですかね、縦動画っていうものに何度も取り掛かってたんですよ。やっぱり縦動画を把握しとかなあかんなっていうのは、ニコンさんがね CP プラスなんかで縦のね動画のコンテストなんかを主催されてたりするので、まあ、やはりそういったところでニコンさんが縦動画っていうものに興味を持っている、でもっていうとビデオサロンさんとかブックさんとかも含めた縦動画っていうところに興味を持っている、今後はまあ市場がどれぐらい大きくなるかは分からへんけど、確実に市場としては出来上がるっていうのは、私らのスマートフォン含めた縦長のデバイスがある以上は絶対あるっていうことなので、興味は持ってた。でもいまいち楽しなかったんですよね。こんなん言うとあれやけど、横の方が楽しかったんですよ。横で自分のモニター横長いからドーンって見て、うわー綺麗な映像撮れたみたいなね、なんかまあそんな感覚で、いまいち自分が波に乗れないというか興味を持てなかったんですよね。でもそれっていろいろなんでなんやろうって要素を分解していくと、まあうまいこといかへんが楽しないというか悔しいというか、引っかかるというかモチベーションが上がらんっていうところがまあ理由なんかなと思いまして、一回めっちゃフラットになる。写真始めた時ってもう老現像とか知らんし、もう撮ってジョイペーブでパシって撮って、なんか書き込み急に遅なったけどなんでやろう、あ数秒後に書き込めるようになったらもう一回撮ろうぐらいの書き込み速度なんて知らんし、バッファって何、パソコンのバッファやったら試験で出たけど IT パスポートのみたいな感覚のね雰囲気やったんで、そういった感覚に縦動画も戻ろうって思いまして、初心に戻ろうと。なので思い込みがあったんですよね、変に知識得てるから今となっちゃね。なので思い込みとして一眼カメラ使って動画撮るってなるとですよ、もう思い込みですよ、勝手な思い込みなんですけど、 8K N ローあれニコンローっていうの、 N ローであったりとかね、プロレスの422の HQ であったりとかね、まあそういったところを使っていこうよであったりとか、 4K8K カラーグレーディングしておしゃれにねラット当ててみたいなところであったり、撮り方としては手ぶれなくカメラワークはこうふわふわって動いて、こうなんていうの、画面の切り替えがふわって変わってね、おしゃれなかっこいい映像を撮らなあかんみたいな、なんかそういう自分の中で理想を勝手にね高く持ってたんですよ。でそれってすんごい疲れるんですよね、めっちゃパワーいる話で、もうなんていうの、続けれなかったっていうか、他のまあ、撮影とか他の、ね、業務とか他にやることとかを含めていくと、そこにも全力投球する余裕はなかったと。だからこそもう1枚でパシって撮って、現像で1枚この1枚で決めてバーって追い込んで、写真できたわと思う方が楽しい、できることやからねっていうところがあるんです。で 4K8K カラーグレーディング、カメラワークかっこよくつないで、音楽はここで切り替えてみたいなことを考えていくと、もうバテるで結果的に時間が解けて、なんかダラダラと編集だけで1週間かかったりね、まあ皆さんそういう風に作ってはるのは分かってるんですよ、それぐらいかかるもんやと思ってたんです。でもそこまで自分が今の段階で必要かっていうと、ちょっと気楽にしようと、もう難しいこと考えず切り張りだけで綺麗な映像で、もう音楽に合わせて切るだけみたいなところで、
考えていこうと。なので現実的にハイクオリティを求めていくとモチベーションの維持がちょっと難しかったんですよね。これって私は今縦動画の話をしているから、みんな、あ、縦動画の話聞いてもなしっくりこんのぐらいの感覚でね、皆さん今もっと態度いいかもしれないですね。もっとちゃんと聞いてくださってますね。すいません、なんか今すごく態度悪いお兄さんが出てきましたね。皆さんもっとちゃんとね私の話聞いてくださってるとは思うんですけど、なんて言うんですかね、動画の話を私はしているんですが、やはり皆さんの中ではお写真かもしれないですね。これが、鉄道で流し撮りが難しいであるとか、風景で天気がうまいことこうへんとかね、そういったいろんなモチベーション続けていく、撮影を続けていくモチベーションを維持するっていうのは結構難しいんだなっていうのを、縦動画に改めてそのチャレンジしていく自分が重ねた時に難しいなっていういい気づきがあったんですよね。でこうなってくると、じゃあもう割り切ろうという形になりまして、もう手ぶれええやん、もう三脚もうええやん、一脚もうええわ、ボディ内手ぶれ補正でできる限りのことをもう一生懸命息止めて脇締めてふぅよし OK で消毒リップ取ればええやんぐらいの感覚に、もう自分の中でちょっとずつね許す許容するようにして、で、なんていうんですか、4K じゃなくてもええ、別にもう 1080p でもええみたいなところにして、カラーグレーディング、確かに大事やし、追い込んでいく上では絶対必要なもん、老現像みたいな感覚で追い込んでいく上では必要やけど、今よう考えたらニコンのピッチャーコントロール綺麗ですやん。クリエイティブピクチャーコントロールなんてソンバー 30% とかにしたらやっぱりかっこいい映像になりますやん。メランコリック 30% なんですかこのおしゃれな空間はみたいなね。サンデーも好きやし、モーニングも好きやし、デニムも好きやしっていうところがありまして、カラーグレーディングが大事って思うし、もちろんその色に対するね情報量の保険のかけ方っていうところで、やっぱりロー動画の方がね、 N ローとかで残していく方がまあ大事だなっていうのは分かってはいるんですけど、自分のスナップムービーやったら良くないっていう、そこまでまあ追い込む必要もあるんですし、追い込む価値もあるんですよ。ただもちろん自分のスナップムービーとしてもう日常を撮り切る中で素材がいまいちやったらもう一回撮りに行きゃええわとまあその瞬間とかその季節はね、逆に今じゃあ桜の素材を撮りに行こうと思ったら、今日ごっつ関西ね雨でね、もう小学生たちが傘わーなってて、あ、コウモリだったみたいな感じでね、ひっくり返ったわーぐらいの、よう私も小学校の時してたね、あのネタで遊んではりましたが、飛べるで俺みたいな感じで、みんな小学校の子らがそんなこと言うとらんと早いかなって、看板飛んできて危ないでと思いながら、私もゴミ出しながらね見てたんですけども、結構風強くてもう桜散ってしもてるかもしれへんので、そういった瞬間なので、なので数日前に撮った縦の桜の動画が今日同じ場所に行ったらもしかしたら撮れないかもしれないです。桜散ってしもうてねっていうところがあって撮れないかもしれないんですけど、自分がスナップムービーと残していくんやったら、もうカラーグレーディングまで追い込むよりかは、どっちかっていうとニコンのピクチャーコントロールが綺麗からそれを信じて、でまあコントラストをちょっと淡い感じにしたらちょっとおしゃれっぽく見えるやんっていうところがあったりとかねして、でそういう状態でとにかく数取っていって、素材取っていって、つないで作り続けていって、で最終的に、あ、やっぱこういったところはグレーディングで残そうかなっていう、結局難しいことあれやないだけ、量と質、量質転化合ってる、台本では今量質転化ってなってるんですが、コピペしてきたものが間違ってたら悪いけど、量質転化の話にはなるんですけども、縦動画っていうものがね、まあ撮り続けた先に改めて品質に抵抗なく挑めるような、私の中でのメンタリティができるんかなって。今は高品質な縦動画を撮ろうと思って、なんかそれに時間がかかって、ああモチベーション続かへんでふにゃんって折れてるんですよ。でもここをハードル下げて、まずはちょっと自分の中で、ニコンさんの出してくれるピクチャーコントロールを信じて、でショートクリップ で 8K とか言わずに、まあ、4K の 60p であったりとか 120p であったりとか、もっと言うとDX だったら 4K30p までやったかな。なので DX 機やったら 1080p の4倍スローとかを使いつつ、いろんなちょっとずつ自分の中で続けていけるハードルっていうものを下げつつ、とにかく作ってこなして撮り続けて、で結果モチベーションというかメンタルというか慣れた時にもう一回高品質に向かっていく、とこの螺旋状の成長の仕方を取っていこうかなっていうふうに感じてるんです。でこの気づきっていうのはすごく大事で、私自身やっとこさ縦動画が楽しいってね自分の中で思えるようになったんですよ。今までは縦動画
を素材として撮ります。お料理とかモデルさんとかの写真の時に縦でも残しときますね。でその縦動画がそのままショートとかに使われたりしはって、でそれがすごくね喜ばれたりもするので、言うてもねニコンの大きいカメラで撮った映像やからスマートフォンとはやっぱ違うね、このなんていうの表現力でのスマートフォンで映像表示されるから、なんか今回のなんかリールすごく雰囲気あるねみたいな感じで評価を得てたりとかね、モデルさんがしはったりするとシンプルに喜びはるんですよね。もっと縦の素材オフショット的なんでもええから残しとってもらったらよかったっすわみたいな話をよく聞くので、結局私が喜んでるのってモデル様とかそのお料理作られてるメーカー様とかの方々を通じて、そのクライアントさんよりはちょっと大げさやけど、その人たちが喜ぶ姿を見て、あ届いてよかったっていう人を介して喜んでるんですよね。別に縦動画直接で私が喜んでるわけではなくて、縦動画を通じたその奥にいらっしゃる人たちのリアクションを通じて、まあ、喜んでるというか安心ですよね。あよかったよかった喜んでもらえたわ、はは、またよろしゅう安住頼みますわぐらいの話でねで、まあ、リピートの営業をかけるって話になっていくんですけど、そういったまあ形になってて、縦動画そのものには正直そんなには思ってなかったところが、この自分の中でハードルをある程度下げて続けていくことによって縦動画をポン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 出していける、縦動画で撮っていこうかな、もしくは日によっちゃ縦動画ばっかり撮ってる日も最近できてきてて、ちょっとずつ自分の中で変化があるなっていう。なので縦動画独特の切り抜き方とか、もう縦動画ってね16対9で縦なんですよ。なのでもうこうね、なのでめっちゃ情報入るんですよね。もうこんなにいらんぐらいになる。でそうなってくると焦点距離グーンってちょっと抜き取る感じにして長玉を使ったりとか、横やったら入らへん、画角として切り落とせるところが入ってきおるんですよね。で横やったらあここええやんっていうところが、縦やったら切り落とされんすよね。ええー、みたいなどういう風に場面展開していったらこれつながんの話みたいなところで、なんか使う脳みそが全然違うんかな。まあクリエイティブって言ったら聞こええけど、単純になんか楽しんでるっていうところがありますので、これはすごく大事かなと。でこれ今回私はですね縦動画でお伝えしているんですけど、お写真ねもうどうにか動画だけじゃないよっていう風に離脱を抑えようと頑張っている横展開の話なんですけど、お写真でもまさにそうやと思うんですよ。初めからロー現像でとか、初めからめちゃくちゃええレンズ揃えて、めちゃくちゃええ機材揃えて、ハードル高く写真をミラーレス一眼で撮るんやったら絶対こうやっていうね、高い目標があるのはすごく大事ですし、そこに向けての自分の実力というかギャップを埋めていく作業っていうのはすごく大事にはなりますので、納得わかるんですけど、それで心折れてしまうとちょっとねもったいない。なのでもちろんそのロー現像であったりとか、いいレンズでいいカメラでっていうのはわかるんですけど、まずお写真で私と同じように新たにね撮影対象とか新たな撮り方っていうのを試されてる方の場合はですね、ぜひハードル下げてみませんかっていうお誘いですぜひご自身の中でね、いやもうロー現像とかええと、ニコンのピクチャーコントロールでもうニュートラルかスタンダードか、リッチトーンポートレートとかディープトーンモノクロームとかね、新しく入ってるもん追加して使ってもらったりとか、風景であったりとかね、ビビットであったりとかで、クリエイティブピクチャーコントロールで適応度100やったらコテコテになってしまえたら30ぐらいまで下げてもうてね、そのピクチャーコントロールにもうニコンの色を信じて使うのもありやし、老現像大変やな、もう JPEG でいいじゃないですか今綺麗からね、白飛びだけ抑えてもうてっていうところがあるので、そういったところを含めてより抵抗なく自分がこう乗っていける、撮影をどん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 、よっしゃもっと撮ろう、ああいう感じで撮れた撮れたって楽しんでいく、このリズムをね、成功のサイクルというかリズムを刻んでもらうところに一回もし、悩まれてるというか、うまいこといかんので最近カメラと疎遠なんよっていう方は一回下げてもらうっていうのがよろしいかと。もちろん自分の中で高いハードルを持って、そのハードルに向かって何くそおうってぶつかっていく方がモチベーションが上がるタイプもいらっしゃいますし、そういった時期もあります。なのでもちろん自分の中で、いやそんなハードル下げたら思んない、もっと理想に向かってとにかく追い込んでいく方がいいって方は追い込んでもらった方がいいです。そっちの方が成長早いから絶対なのでもちろんそれがいいんですけど、ちょっと疲れたなと、私みたいになんか乗らへんな、気分乗らんな、波に乗れんなって方は一回ハードル下げてもらえると、おっ楽しい楽しい楽しいな楽しい、あいけだいけだぐらいの感覚になったりもするので、自分の熱量と体力と
なんていうの、そのモチベーションっていうところでハードルの高さを微調整するっていうのはすごく大事かなって、今回私自身縦動画で、すごくね気づいているところなんです。なので新たな撮影手法とか撮影対象、飛行機撮るも難しいし、鉄道撮るも難しいし、野鳥撮るも難しいし、そもそも野鳥に出会うんが難しいしね、スナップもその瞬間その瞬間に、ここの影のこの瞬間に人影が、うーん難しい、チャリンコじゃないみたいなね、撮ろうと思ったらあーみたいなところで別のタクシーが前止まってしもった、みたいなところが、ここで10分待ってたのにとかね、そういったところがあって難しいと思います。簡単ではないです。ただまあそれでもその瞬間がいいやんっていう風に残してもらえたらと思いますので、ぜひ今回この気づきは私自身、まあ頭では分かってたけど思ったよりメンタル的に気づいたところになりますので、今日まさにね動画を回してて、あ今日はこれ喋ろうっていう風にね台本を作ってきました。で、新しい撮影対象とか撮り方に興味を持つ大切さ、3つ目の話なんですけど、忘れてたね。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しております。ここ最近はもう毎日更新プラスショート動画もバン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 上げておりますので、ぜひチャンネル登録3万人5万人10万人と伸ばしていこうと頑張っておりますので、無料で押せるね応援ボタンになります。チャンネル登録ポチッと押してもらえると嬉しいです。またオンラインサロンコミュニティ、そうオンラインサロンでも私最近動画ばっか上げてちょっと空気読んでない感じ分があるんですけどあのカメラとかね、写真が好きなメンバーさん、仲間が欲しいなって方であったりとか、ご自身のねお写真投稿していただいて、それに対してコメントね、寄せて欲しいなって方であったり、機材の購入検討相談、よくあの YouTube とかでもご質問いただいてたりするんですけども、ちょっと YouTube 上で答えるのってね、リソース的にも限界がありますので、サロン側で受け付けておりますので、ぜひ機材の購入検討を相談されたい方はオンラインサロン側ですね、ご加入を検討していただけたらと思います。ぜひあの一緒にね写真とかカメラを通じて楽しく盛り上がれたらと。オンラインサロン上ではあるんですけど、スラックっていう非公開グループで交流しておりますので、まあ別のインフルエンサーさんも使っているプラットフォームになりますので、すごくね、まあ流動性というか動きはしやすいので、ぜひね加入ご検討いただけたらなと思います。フリートークの部屋とかね、私へのご質問コーナーもありますので、ぜひそういったところを使ってもらえたらと。では3つ目でございますね。新しい撮影対象とか撮り方に興味を持つ大切さ。あら30分越した、今日の投稿もちょっと遅なりそう、ごめんなさいねラジオ感覚で聞いてもらえると嬉しいんですが、新しい撮影対象とか撮り方に興味を持つ大切さですね。私は今、まあ、縦動画の話をね今日はしているんですけども、少し前はこれ飛行機やったんですよ。なんでかっていうと Z の8に飛行機の認識が入ったからですね。なので飛行機も今までであれば飛んでるっていうものに対して乗り物の認識にしてバーッと追っかけてる程度だったんですけど、飛行機の認識が入ったらもう飛行機を、まあ、離発着する場所に取りに行きたくなる。今まで以上に、前までは飛行機も素材として撮っとった方がええかなぐらいやけど、飛行機の認識入ったんこのカメラ、どれぐらい、うわごっついごっつい、コックピット AF っていうんかなこれみたいな感じで、カメラ飛行機の瞳 AF みたいな感じになって、うわすげえなーみたいなところでやっぱりその興味を持ったんですよね。でもっと言うと、まあ野鳥から超望遠に興味を持ってるってところもありますし、スナップなんかで言うとモノクロームの撮影であったりとか、もっと言うと遠くのところのその有名観光地を取り回る時期もあれば、逆にいやもう自分の身近なところの日常の変化、うわここ前こんなこうあのお店あったのになくなってしもって、こうあの更地になってしもたなっていうところを写真に残してたりとかね、もう自分の地元しかわからへんような写真であったりとか含めて、その時々の自分の中での撮るテーマって言ったら話大きいけど、自分がその時ハマるものを時々私なりの心境の変化であったりとか、買った、まあカメラレンズに結構引っ張られることは多いんですよね。超望遠買ったから超望遠で撮りに行くとか、新しいカメラ買ってこのカメラはこういう特徴を持っとるからこう撮りに行くとかね、まあそういった変化が結構大きいかなってのは思うんです。なのでその時々の機材構成とか、自分が一番楽しく撮影に持ち出している機材によって撮る対象とか撮り方が変わってくるんですよね。なのでその都度その都度興味関心は変わってくると、まあ、どちらかというと今回の縦動画っていうのは私の中では内部的変化ではなくて外部的変化によって必要だなっていうところで自分の中で変化を作っていってるところなんですけども、そういった変化をどん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 毎年のテーマじゃないけど
2、3ヶ月おきの、まあ、第1クォーター、これ第2クォーターっていうとなんか業務的やけど、の目標としてね、どん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 自分をこう、螺旋的にスキルアップさせていく上で、すごくね、テーマ作りっていうのは大事かなっていうふうに考えております。で、もちろん、一つのものをね、取り続けるのもすごく大事ですし、それができるに越したことはないと思います。やはりその一つのものに興味を持って、私はこれを撮る、花を撮る、夜景を撮る、工場を撮る、飛行機を撮る、鉄道を撮る、人を撮る、風景を撮る、モノクロで撮るとか、なんか一つのものを決めて 何年何十年と続けていけるに越したことはないです。それが一番自分の中でのライフワークというか、そうハマるものであれば、それを見つけれるのは一番幸せだと思います。大切だと思います。で、一方で、まあ、性格かもしれないんですが、私のような場合はどちらかというと定期的に取り方とか取る対象なので、どういうふうに記録していくかと、何を残すのか、何を狙っていくのかっていうのを定期的に変えていって、そしたら三脚も違ってくるし、フィルターも変わってくるし、ストラップも変わってくるし、取り方も変わってくるし、自分のその切り取り方っていうのもかかってくるし、もっと言うとレンズも変わってくるし、カメラも変わってくるし、いろんなことがどん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 、その撮影対象に応じて同じカメラだったとしても結構違いますやん。なので、そういったところをどん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 こう、なんていうの、網羅的にね、カバーしていって、で2周目3周目で、じゃあスナップの2周目3周目、スナップ行って飛行機取って鉄道行って、でもう一回スナップがやっぱ楽しいなって戻ってきた時には、前のスナップの積み上げがあるので、なのでそういったどんどん螺旋状に成功していく経験値の積み重ねっていうところを、すごく私自身は自分の成長のなり方として合ってる、私自身はね合ってるっていうふうに思うので、そういったところで今回の縦動画は言うたら、テイク5ぐらいです。縦動画始めよう、縦動画始めよう、っていうのを5回ぐらい繰り返して、あ、自分の中でハードルを下げてスナップムービーとして残していくと、自分にもしっくりくる縦動画が撮れるなって気づくん遅なんですけど、それはまあ言い方あれやけど、変に自分の中で 4K8K でカラーグレーディングかっていう思い込みがね、どうしても拭いきれなかったというか、下げきれなかった変なプライドみたいなのがあったとは思うんです。なのでそういったところをやっと5回目で崩せたので、まあ今後は気軽に、だって別にこの長編の動画の中で私の縦の動画見てとかではなくて、ショートでポンって上がって、このレンズとこのカメラで縦動画で撮ったらこんなんよ程度なんですよ。ただそれだけの話なんやけど、私の中では結構大きな変化、なんか固定観念崩せたわっていうところがありますので、縦動画ってどう撮ったんやのこの形字もみんな横なんですよ、私が持ってるのってね。でこう上にハンドルつけたとしても、なんか横なんすよね。縦動画ってどう撮ったんやの。ニコンさんも横のままでさ、16対9で縦で、なんていうの、撮像範囲切り替えで FX、DX、1対1とか、カメラによったら4対5とかね、あったりとか、16対9の横からやったら、もう16対9の縦作ってくれたらめっちゃ楽やな。まあ、画素数思いっきり減っちゃいますけどね。ただ、っていうところが、8K で撮れるんやったら、真ん中16対9で、ね、2K 何K か分からへんけど撮れたら嬉しいなっていうところがあったりします。今一つたどり着いたのは、もうシャッターボタンを下に持って脇カシッと固めてですね、こっちで持って、でストラップはこの2点で構えてピンと張る状態にして、可能な限り手ブレを起こさないような撮り方で撮ってると。あとはもう手ブレしても自分で許すっていうね、撮り方、もちろん素材として必要ですって言われた場合は、ちゃんと三脚使って回転座使っても普通に無難に行きます。ただそれはちょっとパワーがいるので、自分の日常として続けていくにはね、毎回一脚三脚持ち出すっていうのは、なのでもうこの状態で撮り続けれるようなものを続けていけたらなって思います。でこれがどうします、1週間後2週間後に自慢さんショートで全然縦動画上がってこんかったら、きっと飽きたんや思いますわ。次のテイク6を待ってもらうしかないんですけどね、っていうところがありますが、まあ絶対市場としては必要だと思いますので、まあ、定期的に何回かこうトライアンドエラー繰り返していって、自分の中で新しい撮り方を、浸透させるというか慣れようかなって思っておりますので、皆さんが今なんて言うんですかね、最近撮り始めて、それこそ先ほどねお伝えしたモータースポーツ撮り始めましたとか、逆に風景やっとね、いろんなところに出かけれるようになったから風景撮りに行ってるんですとかね、いや最近はね夜景撮ってるんですよとかね、最近はちょっとねまた街中が活気立ってるから元気やからスナップ撮ってるんですとかね、皆さんが新しく撮り始めたもの、撮影対象とか
私みたいに撮り方、実は最近モノクロームでしか撮ってないんですとかね、そういった新しい撮り方とか興味関心があることをぜひコメント欄とかチャット欄で残してもらえると、私自身もほうそれおもろそうやな、私もやってみようかなっていうところでいいねポチって押すので、ぜひコメント欄などに残してもらえると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新でお届けしております。ぜひチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいですし、カメラ塾ジマチューブのですねオンラインサロンですね、こちらではカメラとか写真好きのメンバーが集まってですね、ご自身のお写真投稿していただいて、それにね、和気あいあいと盛り上がったりとか、機材の購入検討相談をねされたい方の、いろんな盛り上がりの場になっておりますので、ぜひオンラインサロンも加入をご検討いただけたらと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。